24日 町長 大貫 正三郎 さく こっちこっち 続きまして 遅えぞ 個人が協力を取られていました 小金高校の生徒様より 弔辞を賜ります 2年 3組 広瀬亜紀さん はい 国村先生、謹んで先生のご逝去を悼み、生前のご指導に対し改めてお礼を申し上げます。先生、本当はそんなこと申し上げたくなんかありません。今はそんな言葉よりも先生の突然の訃報、 そして、先生の家を前にお別れの言葉を言わなければならないことが悲しく、そして悔しくてなりません。先生がいつもおっしゃっていた、始まりは全ての続きに過ぎないという言葉の意味を考えます。私たちは先生との思い、 Sakutaro! Shigeji, did you know about the teacher's name? I'm a first-love woman. What? これが校長先生？戦争が終わって生き残った。ところがこっちは裸一貫、親兄弟も死んじまってすってんてんの無一文だ。で、彼女をもらいに行くためにむちゃくちゃ働いた。 人殺しが何でもやったな。何？お前に言えない。それでまあ格好はついたんだ。だけどどうしたの？その時はもう親の決めた男と結婚してた。
女。時代だ。そういう時代だったんだ。なあ、サク。いい女いねえよ。俺さ、電車の中で本読んでるような女好きなんだ。なんかこう、あ？何見てんだよ、エロ。なんだありゃ。写真だけでも撮らせてもらえますかね。それ。じゃあすいません、写真撮らせてください。なんだ、タチいないじゃん。あれ？ねえ、あれ秋じゃない？ん？ねえ、あれ秋だよね。秋だ。え、なんでなんで？え、何デビュー？デビュー？デビュー？デビューだよ、デビュー。バカが釣れた。やっぱりバイクで通ったんだ。君が乗ってるとこ見かけたことあるのよ。先生にチクんのかよ。え？なんだよ。はい。え？早く。しょうがねえな。あんまきつくなよ、おい。胸当たる？やめてください。何よ。サクって呼ぶの？みんなそう呼んでるじゃない。それは男子だろ。女子だって中川さんと。あれは別にそういうんじゃないからそう呼んでもいいんだよ。そう呼んじゃいけない私はどういうのよ。広瀬に呼ばれるとなんかからかわれてる気がする。からかってなんかない。広瀬ってこう他の女子と違うっていうかさ。違うって？勉強できるし、スポーツ万能だし、人気があって芸能人になるんでしょ。
広瀬ってさ、こう、なんつうか、ちょっと上の方、この辺にいる感じがする。なんだよ。帰る。え？乗ってかないの？だって私んち君んちと逆だし。じゃあなんで俺と一緒に乗ってきたんだよ。そんなの決まってるじゃない。サクと話したかったから。